35人でのわがま、チャンネル登録ありがとうございました。暑い。はい、始まりました。ミンパパことみんなのパパスです。はい、本日はこれから、地獄に向かいたいと思います。はい、地獄に向かいます。それではスタート。もうおっさんだからね。まあ何が地獄かと言いますと、本日7月22日、息子もね、友達とママスも、まあちょっと予定があるってことで4連休まさかの一人です。まあ、それなんで、まあ、せっかくの4連休なんで、まあ、パパス自ら、ちょっとね、近場なんですけど、今回は。でも近くって言っても、自転車で30分ぐらいなんで、そこに今向かって、ヤンマと地獄の戦いをしていきます。はい、いただきます。一本いっとく。ミンパパです。まな板の上の、恋です。恋の状態にしました、自分をね。こんな感じです。まあもう逃げられないっていう意味です。まあね、今回はちょっとみんな、息子もね、みんな予定があるから、パパスロンリーなんで、まあそれもそうなんですけど、まあ本当はね、家でオリンピック見たりね、取りためてるね、あの小芝ちゃんとか出てるね、ケンティと出てるドラマとかね、他にも春ちゃんが出てるやつとか、そういうの見てればよかったんですけど、電気代がね、冷房代がねって言われるんで、まあそういうのもあって、はい、着きました。はい、着きました。それで皆さん、あのちょっとオープニング すみません長くて、あのですね、見捨てたもんじゃないんですよ、ここも。まあ、あの、前回、パパスはここの動画上げてるんですけど、まあ、ちょっとヒント言うと、銀ヤンマとか、そういう系ですね。あんま言っちゃうと分かっちゃうんで。でも、ここ、あの、実はね、パパスね、環境省って、あ、これ言っていいのかな。環境省 PDF っていうのがあるんですよ。で、そこで、あの、要は、発見された昆虫の中に、ここに、ヤブヤンマっていう名前があったんですよ。2016年ね。で、まあ、それを、まあ、いるかもしれないってことで、要は、マルタンもそうなんですけど、カナヘビ？お、いい自然だね。まあ、マルタンもそうなんですけど、要は、いるところはいるんですけどね。そこまで行くのに2時間、帰ってくるのに2時間、その4時間もったいないじゃん。っていうことで、今日はいつものパパスの知ってる、まあお世話になってる銀ヤンマとかいる池で、まあこの4連休ね、4連休。ちょっとロンリー4連休なんで、全部、ヤンマに使います。そして、今まで、あの勝ち虫さんのコメントかなんかでも、和也さんとかね、言ってましたけど、その今まで探してなかった時間帯とか、探してなかった場所、要はその場所のせいにしてたんですよね、パパスは。ここにはいねえよって。もう都心だからいねえよとか。そうじゃなくて、今回はもうせっかく時間あるんだから、フルですね。フルで、朝からとか、もう、晩までとか。まあこの自然ですからね。だからそこで、もう要は、まあ雲をつかむような
雲の糸をつかむような話ですけど、もし、やぶやんま。カチムシさんすごかったですね。もう、ああいう感じで、やぶやんま。まあね、環境省の方には乗ってるんで、そしてマルタンヤンマね、夕方、黄昏。で、なんせここは近い。パパスの家から近い。だから、ちょっとそれを本気でやるっていうのが大事ですね。それを、まあ、皆さんに見てもらいたいと思います。ちょっと説明長かったですけど。では、4日間、地獄のショーをお見せしましょう。いきます。はい。まあ、捜索し始めて、まあ、明らく2時間が経ちましたが、やっと、ヤンマがいましたね。まあ、ちょっとね、今回トーク長くなっちゃうと思うんですけど、まあ、遠くに、高くに、ヤンマが飛んでます。で、今回ね、ちょっと、まあ、打ち切り形式にさせてもらおうと思って、要は、まあ、銀ヤンマ、うちわヤンマ、台湾うちわヤンマ、以外のヤンマが取れた場合は、ちょっと年齢的にもね、きついんで、いくらなんでもっていう。その、もしね、例えばヤブヤンマとか、まあ、そういう謎のヤンマですよね。そういうのが取れたら、その時点で、4日間やらないです。もうそれは一応、言っときますね。銀ヤンマ、うちわヤンマ以外。で、昔って言っても、2、3年前ね、この池で、まあ、ちっちゃい子がね、鬼ヤンマいたって言ったんですよ。そしたらなんか、ベテランの写真家みたいなやつが、鬼ヤンマいないよって言ったんですよ。鬼ヤンマいないよって。は?って思って。確かに、うちわヤンマが鬼ヤンマに見えたんだろうなって思ったんですけど、まあね、小山トンボの場合もありますんで、だからその辺もちょっと探って、もし、だから鬼ヤンマありにしてください。鬼ヤンマっつっても東京のこのど真ん中で鬼ヤンマ取ったらもうパパスとしては、ね、神奈川県とかそっちの県でしか取ったことないんで、それはもう、鬼ヤンマありにしてくださいね。鬼ヤンマありでいきます。もし鬼ヤンマいてもすごいんで。だからその辺で頑張ります。すいません。トーク番組みたいになっちゃってすいません。それでは今飛んでるんで、ちょっと念入りに調べていきます。はい、ミンパパです。朝の激アツタイムは終わったんですけど、まあちょっと出会えましたね。ヤブヤンマだと思います。あと今ちょっと休憩して、こういう皆さんもね、こういう塩分チャージとか麦茶とかね、こまめに取るようにしましょう。うるせえな、なんか。はい、それではまだ頑張ります。やりました。はい、お待たせしました。何でしょう。対象外か。はい。観察道具、カモン。はい。山川で、まさかの、まあ、サナエトンボだと思ったんですけどね。ウッチー止まってました。日本産の、ウチワヤンマです。この、サナエグリーンですね。これがやっぱ、グリーンが強くなるんですね。前回も撮ったし、まあ、山の中に山あいにもいるってことが分かりました。それでは、リリースします。今ね、これと、なんかヤンマ戦ってたんですよね。他のヤンマ。そっち取りたかった。はい。では行きまーす。はい、行きました。ありがとう。では、ミンパパ。はい。3時間の
任務を終えて、とりあえず、ヤブヤンマだと思います。出会うことはできました。はい。では、今度黄昏タイムに、次は、黄昏タイムでやってみたいと思います。まあね、ちょっと、もしね、ちびっことか見てたら、まあなんつうの、頑張るっていう気持ち、自分のためもあるんで、とりあえず限界ギリギリまで、まだ頑張りますんで。それでは、今回はこれで、失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。